エリザベス・モンター・ギュライアンはアメリカ・カリフォルニア州アナハイム出身の女子テニス選手である。1914年から1934年までの20年間に渡ってウィンブルドン選手権で女子ダブルス12勝、混合ダブルス7勝を挙げ、同選手権で総計19勝の記録を樹立した。しかし、四大大会の女子シングルスではウィンブルドンで二度、 全米選手権では一度の準優勝に止まり、とうとう優勝できずに終わった。女子ダブルスでは、全仏選手権でも4度の優勝がある。彼女は、バニー・ライアンの愛称でも親しまれた。1914年のウィンブルドン女子ダブルスから、エリザベス・ライアンの歴史が始まる。初優勝の時は、イギリスのアグネス・モートンとペアを組んだ。ところが、第一次世界大戦の勃発により、 ウィンブルドン選手権も1915年から1918年まで開催が中止される。1919年5年ぶりに再開されたウィンブルドンの女子ダブルスでライアンはフランスのスザンヌランランとペアを組んで優勝し1923年までこのペアで5連覇を達成した。しかし1921年の女子シングルス決勝でライアンは ダブルスパートナーのランランに2から6、0から6で完敗し、1回目の準優勝の苦敗を舐める。1924年は、ランランが病気のため出場できなくなり、2人のダブルス連覇記録は止まったが、1925年にペアとして2年ぶり6度目の優勝を決めた。1926年にランランが世界初のプロテニス選手になったことから、ライアンは、 ダブルスパートナーの変更を余儀なくされ、1926年は、同じアメリカのメアリー・ブラウンと組んで優勝する。その後、1927年と1930年は、同じアメリカのヘレン・ウィル・スムーディと組み、1933年と1934年は、フランスのシモーヌ・マチューと組んだ。こうして、エリザベス・ライアンのウィンブルドン女子ダブルス優勝は、12勝、となったが、 9年ぶりに進出した1930年の女子シングルス決勝ではムーディに2から6、2から6で敗れ、結局シングルスでは2度の準優勝に終わってしまう。混合ダブルス7勝は、1919年、1921年、1923年の3回は、イギリスのランドルフ・ライセットと組んだが、以後の4回はそれぞれ違う選手と組んでいる。 エリザベス・ライアンの他の4大大会成績は、全米選手権では1926年の女子シングルス決勝で、ノルウェーのモーラ・マロリーに6から4、4から6、7から9の逆転で敗れた、準優勝がある。同選手権では1926年に女子ダブルス、混合ダブルスの2部門を制し、1933年に混合ダブルスの優勝を加えた。全仏選手権では、 女子ダブルスで4度優勝し、1930年と1932年はヘレン・ウィルス・ムーディと組み、1933年と1934年はシモーヌ・マチューと組んでいる。ライアンはキャリアの晩年に全仏選手権で1932年から1934年にかけて女子ダブルス3連覇を成し遂げた。マチューとのペアで、 全仏選手権とウィンブルドン選手権の女子ダブルスをに連覇した後、1934年に現役を退いたライアンは42歳を迎えるまでダブルスの頂点に留まったのである。1972年に国際テニス伝道入り。それから7年後の1979年7月8日、87歳のエリザベスライアンはウィンブルドン選手権の試合会場で、 マルチナ・ナブラ・チロワとクリス・エバートの女子シングルス決勝を観戦した。翌日の女子ダブルス決勝には4年前の1975年に女子シングルス6勝目でライアンの最多優勝記録に並んでいたビリー・ジーン・キング夫人がナブラ・チロワとのペアで出場することになっていた。ところが7月8日の夜にライアンは突然の心臓発作で倒れ、 病院へ運ばれる途中に生きえた。7月9日の女子ダブルス決勝で、キング夫人とナブラチロワの組が優勝を飾り、キング夫人はライアンが45年間保持した、ウィンブルドン最多優勝記録を更新して、20勝の大台に乗せた。ライアンの死去にまつわるエピソードは、今なお女子テニスの歴史に残る珍事として、語り継がれている。ありがとうございます。